大丈夫ですかこれ、ゆるふわパーマいけてる、ゆるふわ OK、 行きましょう。こんにちは、沢沢口です。受験の思い出というと、受験の時ですね、緊張で、食事が喉に通りませんで、それでそのままテストを受けましたら、お腹がそのテスト中グー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 なっちゃいまして、それはねそれでもう済んだんですけども、無事入学した時にですね、同じクラスの女の子に僕刺されて、あっお腹グーグーなってた人だ受験の時、言われまして、そっからですねついたあだ名がねサワーなんですよね、あこれ空腹関係ねえや。そんな受験の思い出でした。じゃあまたちょっとね今から当てに行くんで、これパーマをこれ入り口わかんないんでね、受験の思い出でした。以上です。